東日本旅客鉄道アトレ株式会社アトレはアトレなどの駅ビルを共同で開発運営する JR 東日本グループの会社旧称号は東京県駅ビル開発株式会社東日本旅客鉄道の連結子会社1990年4月 JR 東日本グループの駅ビル事業会社である東京県駅ビル開発株式会社として設立される 同年9月にアトレ1号店となる四谷店を開業。その後、新浦安店、大井町店を開業。4店舗目となる恵比寿店から駅ビルの総合演出を行うプロデュース型の開発を開始した。アトレの新規出店を進めるだけではなく、JR 東日本の既存駅ビルを吸収合併してリニューアルし、アトレへと転換を進める。2005年3月には、 その開発手法を利用し、デラ西船橋の開発運営を受託。同年6月に小型商業施設のアトレビを秋葉原に開店した。2005年11月に会社分割を行い、それまで行っていたオフィスビル事業を分離。2007年4月には吉祥寺駅の駅ビル型商業施設である株式会社吉祥寺論論を吸収合併した。 このように、駅ビル商業施設開発運営会社に特化しながら発展し、JR 東日本グループの駅ビル事業を集約させている。二千九年四月には、中心的な運営店舗であるアトレに合わせ、称号を株式会社アトレに変更した。二千十五年四月一日に、JR 東日本より、宇都宮ステーション開発株式会社と高崎ターミナルビル株式会社、 ミッドステーション開発株式会社の株式の譲渡を受け、子会社化した。2019年1月10日、台湾の台北に初の海外店舗を開業した。2020年6月17日にアトレ竹芝が開業。最寄り駅は浜松町駅だが徒歩6分の距離に位置しており、駅ビル駅中ではない施設で初めてアトレを名乗る、初の事例となる。アトレとは、 魅力を意味するフランス語、アトレイに由来する。なお、当社より前に、アトレを名乗っていたアトレ川越は、丸広百貨店が運営するショッピングセンターであり、資本、業務その他一切の関係はない。ショッピングセンター事業アトレ総合演出型の駅ビル、駅中商業施設事業、東京都心など首都圏の駅で店舗展開する。2020年9月現在、 25店舗を運営するアトレビ小規模型の商業施設2020年4月時点6店舗美はフランス語で生活人生の意味1号店となった秋葉原店はアトレ秋葉原にに名称変更しているショッピングセンター北関東エリアに直営店舗はないが2015年4月1日に宇都宮ステーション開発高崎ターミナルビル ミトステーション開発を子会社化するとともに、各社店舗の経営権、資産を譲り受けし、運営を各社に委託という形態をとっている。2011年1月14日より、子会社、株式会社アトレスティルを設立して移管している。かつて、オフィスビルの事業も行っていたが、2005年11月の、会社分割によって株式会社 JR、東日本ビルディングの事業となった。 台北、ビフ南山アトレ、ロンドンは、他に、中山駅に、中山ロンドンがあったが、こちらは株式会社 JR 東日本都市開発の運営となっている。2013年8月29日、中山ロンドンは、ビーンズ中山へ改名された。ありがとうございます。